破っていく、センター前、三塁送球はどうか、サードランナーがホームに帰ってきました。マリーンズ追加点、2対0になりました。バファローズさらに満塁のピンチが続きます。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。試合中盤徐々にリードを広げられています。ここはこれ以上離されないように注意したいですよね。さあこの場面で打席には4番の山口が入っています。この球は見送ります。ここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンドゲッツー両方狙える守備体制ですね。なるほど、そうですか。4球目は何で来るか。インコース低めのストライク、ここは絶対抑えたい場面です。センターへ、これは上がりすぎたか。さあサードランナーはどうする。さあ犠牲フライには十分だ。タッチアップ、サードランナースタートを切る、サードランナーホームイン、山口きっちりと犠牲フライを打ちました。バファローズなおも二塁一塁のピンチ。ご覧いただきましょう。ここで犠牲フライ、得点を許しています。この犠牲フライで追加点を奪われています。さあそしてバッターボックスには角中が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおもピンチの場面。まずは変化球から入りました。インサイド落ちました。これはセンターに抜ける、三塁を待っていく、セカンドランナーホームイン、マリーンズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、4対0、バファローズもうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。点が入りました。リードを広げられています。さあそして打席には岡が入っています。さあピンチは続いています。まずは見送ります。ワンボール、際どい球、わずかに外れています。3球目は何で来るか。打ちました、ピッチャーゴロです。一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回マリーンズ3点を追加しています。4対0、マリーンズのリード広がっています。赤星さん、この辺りでそろそろ反撃に出ていきたいところなんですが、いかがですかね。そうですね、イニング的にもそろそろこの辺りで得点しておきたいですよね。そうですよね、反撃なるか注目です。インサイド落ちました、切れていきます、ファウル、低め見送っています。この低いボールは外れます。
に近いところ。スリーボールツーストライクフルカウントになっています。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。これはチャンスですよね。ノーアウトのランナーですから得点まで行きたいですよね。はい、さあこのランナーを返したい。空振り。2球目は何で来るか。変化球が高めに外れています。改めてお聞きします。バッターの打ちました。これはどうか。中村セカンドフォースアウト。一塁転送アウト。ダブルプレー。バッターボックスは8番頓宮。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席アウトにはなりましたけど当たりは良かったですよね。調子は悪くなさそうなんで今度やってくれるかもしれませんね。そうですね。バファローズダブルプレーでランナーなくなりました。外の変化球打ちました。ボテボテ。ファーストが前に出る。ファーストの左抜けました。ランナー出ました。オリックスバファローズです。ツーアウトランナー一塁。バッターは9番足立。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。はい、今度は積極的にいってほしいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。外のボール、まっすぐでストライクを取りました。あっという間にツーストライクです。引っ張った。安田一塁送球。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。5回終わって4対0マリーンズがリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、得点圏には先制のランナー、迎えるは4番山口。センターへ運ぶタイムリー。バファローズ先制点を奪われます。裏の攻撃、得点圏に2人ランナーを置いて、しかし三振に倒れます。逆転のチャンスを逃します。5回の表、ワンアウト満塁の場面、3番中村、センターへ運ぶタイムリー。バファローズ1点を追加されます。さらに続きます。ワンアウトフルベース、4番山口、ここで犠牲フライ。バファローズ1点を追加されます。続く攻撃、ツーアウト一塁二塁でバッターは指名打者角中。センターへ運ぶタイムリー。バファローズ1点を追加されます。京セラドーム大阪からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。7番から始まるマリーンズの攻撃。バッターは安田。引っ張った。ヒットになった。安田、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。8番バッター藤岡。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。
送ります。ファウルになりました。うーん、こういうバントはきっちり決めたいですね。うーん、そうですね。内野はバント警戒してませんね。ゲッツー体制ですね。うん、そのようです。送りバントは失敗です。打席には9番バッター柿沼。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はバットが振れてると思いますよ。そうですね。送れなかったことがどう響いてくるか。一塁はセーフ。初球ストライク。ここはバントを警戒する守備体制ですね。うん、そのようです。バントしました。ピッチャーが取る。一塁送球アウト。ツーアウト。送ってきました。ツーアウトランナー二塁。さあ、そしてバッターボックスには藤原が入ります。さあ、ツーアウトながらランナーを得点圏に背負っています。これは手が出ないか。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。ワンボールツーストライクです。二塁牽制。二塁タッチもセーフ。さあ、勝負してくるのか。打ちました。取った。一塁送球します。一塁アウト。スリーアウトです。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。4対0マリーンズがリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。中川がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。バファローズビハインドで迎える6回の攻撃です。2球目打ちました。ここは打ち上げています。セカンドが構えます。中村が抑えています。ワンアウト。打順は2番吉田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。引っ張った。ファーストの右抜けました。吉田ヒットが出ました。ワンアウトランナー1塁となりました。さあ、1塁にランナーを出していきます。バッターは太田。そして塁上には吉田。ここは走らせてみてもいいかもしれませんね。どう動いてくるでしょうか。インコース決まった。ノーボールツーストライクです。赤星さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、まあバッターのために早めに走った方がいいというのはありますけど、まだ分かりませんよね。もしかしたら左ピッチャーなんで慎重になってるのかもしれませんね。なるほど、そうですか。インサイド落ちました。これはショートの左抜けました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、バファローズ得点圏にランナーを置いています。この辺りで点差を縮めておけばこの後の展開に期待が持てますよね。そうですよね。まあここはチャンスでは。2球目打ちました。バックホームする。これで3連打。ワンアウト満塁です。バッターボックスには5番ジョーンズ。チャンスが広がっています。さあ、バファローズその得点差を詰めていこうかというところ。これが初球。打った。抜けていった。
三塁へ送球。サードランナーがホームに帰ってきました。バファローズ1点返しました。4対1、3点差になりました。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を縮めます。このまま勢いをつけたいですよね。ここで得点が入りました。続きたいですね。さあこのチャンスでバッターボックスには6番の T 岡田が入っています。また初球落ちた。ヒットになる。中継にボールが送られる。サードランナーホームイン。バファローズ1点返しました。4対2になりました。その差を2点としました。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を縮めます。こういう場面どんどん打てる雰囲気が出てくるとチームにも勢いが増しますからね。これで2点差と縮まりました。バッターボックスには代打の福田。赤星さん、一打同点という場面で起用してきました。そうですね、ここは起用に応えるためにも同点にしておきたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。さて赤星さん、バッターの福田対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、左ピッチャー打った、抜けていったホームへ。サードランナーがホームに帰ってきました。バファローズ1点返しました。4対3、なおも満塁のチャンス。ご覧いただきましょう。代打にタイムリーが出て点差を縮めます。まあまずは追いついてもらいたいですよね。これで1点差に迫りました。